小牧山はもちろん知ってるよね。小牧市が愛知県で一番になったこと。小牧市が一番、あれ、もしかして知らないの？わからないコマ。何が一番か教えてほしいコマ。小牧市はね、平成28年度のリサイクル率が愛知県内で一番になったんだよ。へー。小牧市はね、すごいエコシティなの。資源回収ステーションが3カ所にあって、市民のみんなが市を元々ができるな。キャスのキャスライは、エクセンターが生産率を温水トイレ、廃止を全部してない協調しているよ。市民が、鉄道具の回収やセレクトして支援、再生化を行うリサイクル発マーチ、プラダロンではリサイクルの理解を深めるための体験教室もやってるんだよ。こういう積み重ねで一番になったんだよね。どう？わかった？全然わかんないコマ。あらら、ちゃんと知りたいコマ、教えてほしいコマ。わかったわかった。じゃあ一緒に見に行こう。それ。エコリン。小牧山の発見エコシティ小牧。一体どこまで行くコマ？もうすぐもうすぐ、こっちこっち。はい、到着。ここは何するとこコマ？エコリン小牧山、こんにちは。ここは資源回収ステーションですよ。みんなのお家から出る再資源化ができる資源を集めるところだよ。小牧市は市内3カ所の資源回収ステーションで資源を回収しています。資源の収集で大事なのは分別。でも分別のルールが細かすぎるとゴミを出すときに大変になっちゃう。そこで小牧市では愛知県で初めてあることに取り組みました。さて、突然ですが小牧山に問題です。その取り組みとは次のうちどっち？1番、雑紙の分別を簡単にした。2番、雑紙の分別をやめた。いきなりのクイズコマ？困ったコマ。やめちゃったらダメだから、1番の簡単にしたコマ？やったコマ。小牧市では平成29年から再資源化のできる紙類の出し方の簡素化に取り組んでいます。この取り組みは愛知県内の自治体で初めて、燃やすゴミに混入していた紙類がゴミとしてではなく資源として再利用されることで、資源の分別回収が飛躍的に改善して、平成28年度のリサイクル率が愛知県の市町村の中で第1位になりました。さらに平成30年10月から便利なゴミの出し方が始まっているよ。ポイントはこの3つ。小牧山、わかった？わかったコマ。愛知県で1、小牧市はすごいコマ。ここでエコリンからのお願いです。消臭剤や塗料、制汗剤などに使われているスプレー缶、便利なものだけど処理方法を間違えると命に関わる大事故につながってしまう危険なものでもあるんだよ。締め切ったお部屋でスプレー缶のガス抜き作業をしていて、爆発火災事故が起きちゃったっていう怖いこともあったよ。スプレー缶は小牧市が指定している正しい処理をした後、中身が見える透明な袋で危険ゴミとして出すように協力してね。小牧山からもお願いだコマ。小牧山、
次はエコルセンターだよ。それドスコマッキー、さよなら。はい、着いた着いた。大きな建物コマ。エコルセンターの野村さん、こんにちは。エコリン、小牧山、こんにちは。こんにちは。ここエコルセンターではゴミを燃やすのではなく、ゴミを溶かしたり細かく砕いたりしてゴミを処理しています。ゴミを溶かすときに出る熱をエネルギーとして再利用したり、ゴミの中に混じっている金属を資源としてもう一度使えるようにしたりして、リサイクルに役立てているんです。ではここで問題です。え、またクイズコマ。ここエコルセンターとすごく関係がある市の施設といえば、次のうちどっちでしょう。プール、お年寄りの施設。わからないコマ。じゃあ野村さん、正解をお願いします。正解は両方です。両方って。両方ともエコルセンターとはすごく関係のある施設。エコルセンターではゴミを溶かす処理をして出る熱で温水を作り、温水プールや野口の里で再利用しているんです。ゴミを溶かすときに出る熱で発電して電力としても使っているよ。熱の再利用だけでなく、溶かしたゴミからスラグやメタルを取り出して再資源化もしているんだよ。小牧山、わかった？正解できなかったけど、よくわかったコマ。無駄なくしっかりリサイクルしてるコマ。次はエコハウス小牧だね。いってらっしゃい。行ってきます。ドスコマキー。今度はどんなところだと思う？楽しみコマ。エコハウス小牧にやってきたよ。エコリン、小牧山、こんにちは。こんにちは。エコハウス小牧にはリサイクルハウスとプラザハウス、2つの施設があります。リサイクルハウスでは空き瓶や空き缶、ペットボトルなどを回収して選別し、資源として有効利用できるようにしています。ゴミの収集、運搬、処理もリサイクルハウスの仕事です。プラザハウスでは、ここで小牧山に問題です。説明の途中なのに問題が出るのが早いコマ。エコハウスのもう一つの施設、プラザハウスでは大人も子供も楽しめるある教室をやっています。それはズバリどっち？1番リサイクル体験教室、2番お料理教室。両方行ってみたいから両方やっててほしいけど、正解はリサイクル体験教室コマ。どうかな。小牧山正解。回収した空き瓶や牛乳パックを使っていろんな作品を作れるリサイクル体験教室だよ。ほら、すごいでしょ。いろんな作品に生まれ変わってるよ。きれいコマ。プラザハウスはリサイクルの啓発や市民の皆さんへの情報発信が主な仕事。楽しくリサイクルを体験してもらい、身近に感じてもらうためにいろんな体験教室を開催しています。常設で開催しているトンボ玉、サンドブラスト、
紙すきの教室のほかに、ハロウィンやクリスマス、お正月の時期にはリースなどの教室も開催しています。作品作りを通してリサイクルの大切さや楽しさを感じてもらえると嬉しいです。どう小牧山、わかった？わかったコマ。小牧市はゴミを集めることとリサイクルすること、両方しっかりのエコシティだコマ。紹介した施設以外でも小牧市ではいろんな取り組みをしているよ。最初はくるくるくるり。市内の児童館では子供服のリユースやってるコマ。引き取りも持ち込みも無料コマ。次は剪定枝の拠点回収。お家の木の枝を剪定したら資源回収ステーションに持っていくコマ。持ち込みは無料コマ。そして燃やすゴミの収集対策。燃やすゴミは市内全域で午前中に収集するように頑張ってるコマ。最後は小牧山美化ボランティア。見えない。年に1回小牧山の清掃活動をやってるよ。小牧市のシンボルだからいつも綺麗にしないとね。どう小牧山、小牧市がすごいエコシティってことわかった？よくわかったコマ、発見がいっぱいあったコマ、エコシティ小牧すごいコマ。小牧市のゴミ政策については毎月の広報小牧、その他パンフレットで詳しくご紹介しています。ご不明な点は小牧市役所ゴミ政策課までお気軽にお問い合わせください。次に目指すのはリサイクル率全国ナンバーワンコマ。エコシティ小牧、これからも応援